こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。岸防衛大臣となり、イージス・アショアに代わる代替案が、ちらほら出てきましたね。その中でも、レーダーを SPY-7 を、採用継続との話しが出てきました。SPY-6 との比較になるが、SPY-7 の方が広範囲で、ダカダカ止まで、対応可能イージス艦になるのか、他の方法となるのか、未だ決着は、ついていない。イージス艦増艦するにしても、やはりデメリットも生じる。今回は、ミサイル防衛について、詳しく見ていきますね。2020年6月、河野防衛大臣の会見によって、それまで進められてきた。イージス・アショアの配備計画が中止となることが発表され、2017年以来進められてきた同計画の代替案が必須となっていた。イージス・アショアは陸上配備型のミサイル迎撃システムであり、日本が導入を進めていたのは、当時、日増しに脅威度を高めていた北朝鮮の弾道ミサイルへの対応に迫られたものと言えた。もともとのイージス弾道ミサイル防衛システム、イージス BMD は、水上戦闘艦であるイージス艦をプラットフォームとして、敵の弾道ミサイルを迎撃するミサイルを発射するものとして開発された。シンプルに言えば、このイージス弾道ミサイル防衛システムを水上戦闘艦への搭載から陸上に移したものがイージス・アショアであり、日本では全国をカバーして防衛できるよう秋田県と山口県に配備する予定だった。これが急遽中止となったのは、ミサイル本体の推進装置の一部であるブースターを予定した自衛隊の演習時内に落下させることが困難だと判明したためとされており、安全面の担保ができないことが理由とされた。敵の弾道ミサイルが発射された後に、それを迎撃するミサイルを放つ仕組みのことを受動的ミサイル防衛システムと呼ぶが、イージス・アショアもこれに当たり言うなれば防御兵器に分類されるものだ。これとは逆に、敵が弾道ミサイルを放つ前に先行してそのミサイル自体や敵の管制場所などを攻撃することを能動的ミサイル防衛システムと呼んでおり、いわゆる攻撃兵器に当たるため、日本では導入が難しい。さらに、抑止的ミサイル防衛システムという概念も存在し、これは敵のミサイル攻撃よりも強力な反撃兵器を保有し、報復の意図を示すことで、攻撃を未然に防ごうという核の傘にも似た考え方だ。これら3つの受動的ミサイル防衛、能動的ミサイル防衛、抑止的ミサイル防衛の各システムを並べてみた場合、やはり日本の選択肢としては、受動的ミサイル防衛システム以外厳しいのが実情と言えよう。そのため、日本政府もイージス・アショアに代わる受動的ミサイル防衛システムを検討し、その中でイージス艦の増強、イージス・アショア発射設備の分離、海上大型基地の設置などが唱えられた。しかし、イージス・アショア発射設備の分離や
海上大型基地の設置には、超えなくてはならない場所や費用面でのハードルが高く、喫緊の課題として現実的に可能とされたのは、イージス艦の増強となった。ただ、このイージス艦も、現状あるタイプの既存艦艇の増加ではなく、あくまで、イージス弾道ミサイル防衛システムのみの稼働を目的とした新型の専用艦艇を建造するというものだと報じられている。新型の専用艦艇建造案は、すでに一部の支払いまで終えている。イージス・アショアのロッキード社製の SPY-7 レーダーやミサイル発射システムを流用可能であり、違約金を含む費用負担が少ないという。そもそも海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦マヤ型でも SPY-7 より旧式の SPY-7レーダー搭載にもかかわらず建造費はおよそ1700億円に達しており、この形式のイージス艦増強はコストも高い。そのため新型の専用艦は大きさ、排水量なども既存のイージス護衛艦よりも小型になる可能性が高いと考えられており、イージス弾道ミサイル防衛システム以外の兵装についても簡略化されるだろう。また、陸上配備型のイージス・アショアと異なり、施設の維持に要する対応も不要となるため、そうした調整交渉に割く時間や手間を考慮しなくて良いことも、導入には大きなメリットとなる。加えて、既存のイージス護衛艦であれば必要となる一定以上の速度や航続距離などを達成するための機関部も簡易なもので済む可能性も高く、汎用性が求められないことも建造に有利に働くだろう。ただし、根本的な問題として陸上配備型のイージス・アショアの導入が決定された大きな理由の一つが、イージス艦よりも操作する要員の確保と訓練が容易とされていたことには逆行すると言えるかもしれない。海上自衛隊の艦艇の乗組員の確保は、現状でも深刻な問題となっているため、専用艦であることで、既存のイージス艦ほどの要員は不要とは思われるが、年中、無給で日本をカバーできるかは大きなポイントだ。大まかにはイージス・アショアの2機の配備を専用艦で賄うには、少なくとも4隻以上の艦艇が必要だと考えられ、どれだけ省力化を目指そうとも陸上時よりも多くの要員は必要となるだろう。方向性としては、専用艦での対応が決定したとはいえ、艦の設計から建造、そして要員の確保と複数艦でのローテーションの実現までには、まだまだクリアすべき課題は少なくないと思われる。